ワンパーということで、綾瀬ルート、続きの方をやっていくんですけれども、はい、今回ついに、研究棟への潜入任務と、いうことなんですよね。まあ、なんか起こるでしょうね。まあ、すんなりね、情報を持ち帰って、まあ、はい、ちゃんちゃんっていうわけにはならないと思うんで、なので、なんか失敗したり、問題が発生するんだろうな。まあ、それが何なのかをちょっと楽しみにしながら今回見ていこうかなと思います。じゃあ行きましょう。セキュリティはどうだ？ちょっと待って、今切るから。中に入るには3分で行けるよね？あ、問題ない。じゃあ切るよ。よし、行こう。おお、周囲に人の気配は？お、なんか案外サクッと入れましたね。問題ない。廊下をまっすぐ、10秒後にカメラを切り替えるから左に曲がって。そうして俺はナナミのナビに従い、地下に向かって進んでいく。地下か。言っていた通り人が少ないんだろう。ナナミがセキュリティを解除しながら問題なく目的の区画に侵入を成功させる。まあ、ここまで高度なね、潜入なんてね、想定してないだろうからな。隠し部屋にはどうやって入る？とりあえず、隣の部屋に入ってみよう。了解だ。そうなんだよな。なんかちょっと、おかしい部屋があるなぁ、みたいな感じのところをね、前回見つけたので、そこへ向かってるんですよね。そこは、ただの倉庫に見えた。棚が並び、荷物が積まれている普通の倉庫。掃除が行き届いているわけではないが、その割には埃が少ない。人の出入りはあっても、特定の人間だけだろう。ますます怪しい。構造的に考えると、東側の壁が妙な空間と、隣しているかな？コンコンとノックするように叩いて音を聞く。さすがにそれだけでは壁の向こうがどうなっているかはわからない。だが少なくとも外壁ではなさそうだ。もし本当に隠し部屋なら廊下より部屋から入る方が安心だと思うんだけど。そうだな。俺はドアまで下がり軽く息を吸う。そして能力を発動。意識を集中して部屋の中を見回す。うっすらとでも埃が積もっている箇所は無視していいだろう。となると、一番怪しいのは、やはり東側の壁。ん？床に棚を動かしたような埃の跡がある。試しに棚に手を伸ばしてみると、それほど重い荷物は積まれていないらしい。なんか、すごい詳しい構造の話が、出てますけど。なんか、でもわかんねえんだよね。どういう感じになってんのか、ちょっと想像が俺、できないな。思ったよりも簡単に動かせそうだ。といっても、能力を使う必要はあるが。いや。一人で棚を移動させるが、やはり普通の壁だな。異常は見当たらない。だが、棚を動かしたのなら、何か意味が。そうして念入りに、壁を調査している時だ。垂直な壁に触れたはずなのに、まるで凹凸？なんだっけこれ。デコボコとしたかなこれ。デコボコだよねこれ確かね。凹凸が確かこう逆なんだよな。凸が後ろにあるから。デコボコだよねこれな。だっけ？とした金属に触れているような感覚。そう思った瞬間、違和感を覚えた箇所の壁がぐにゃりと歪む。もうね、これ外国人的にはもうテトリスですかって言われそうですよね、これ。ね。おい、テトリスかよーつってね。はい、すいません。厚切りジェイソンで検索してください。そして気づけばそこには、壁に取り付けられたセキュリティ機器が姿を現した。おー、てか結構、あれなんですね。なんつうのかな。そういう感じになってたんだな。そこは。おそらくなんだけど、まゆ先輩ルートでも行ったあそこだよな。これは。どうしたの、スサトルくん。どうしたのって、見えていないのか。何が？まさか、
幻覚系のアストラル能力を応用した技術で隠されている。ほら、これだ。同じようにナナミにセキュリティ機器を触らせる。それで、俺と同様、ナナミもその機器の存在に気づいた。このセキュリティ、なんとかできそうか。特殊なものじゃない。なんとかできると思うから、ちょっと待って。そうか、よかった。アストラル技術を取り入れたものじゃなくて、運が良かったな。運じゃないかも。特殊なものだと、専門の人を呼ばなきゃいけないからね。そうか。秘密を守ることが第一なら、無関係な人間を寄せつけたくない。だから、学院の持つ技術で、セキュリティの機器を隠していた。中には、それほどの秘密が。息を呑む俺の前で、ナナミがセキュリティを解除。壁がずれて、部屋が現れた。サトル君。ああ。うなずき、ナナミと一緒に奥の部屋に足を踏み入れた。あれ ?3 個もあんの?あれ ?3 個?あれ?なるほど。なんでこれ、この部屋に関して、あまりびっくりしてないのかというとですね、まゆ先輩ルートでもですね、こういったものが出てくるんですよね。ただ、向こうのルートは確か1個だったはずなんですけど、あれ向こうの1個だったよね ?3 個もあんの?なんだこれ?なんだこれ?部屋の中には奇妙なカプセルのようなものが並んでいた。ちょっとだから違う場所なんだろうな、まゆ先輩のところとは。ってことだよね。これは、一体?恐る恐るそのカプセルに近づく。そして気づいた。カプセルの中に人間が眠っていることに。いやー、これは、もう、知ってしまったって感じだね。いや、これは、ちょっとなんか無事に帰らなさそうだな、この雰囲気。俺は並んだカプセルの中を次々に確認していく。そして、ついにその姿を発見した。サトル君、この人。相模だ。おー、やっぱりか。なるほど、このカプセルに入れられてたんだな。ってことはさ、暴走したってことなの?ってことだよね。あ、ごめん、他のルートの知識がなんかこう、混濁してきてんだけど、ごちゃ混ぜになってきてんだけど、その他のルートでは、その暴走してる人が、まあ、あんま結構ね、情報をか、伏せながら言うと、暴走してる人がこのカプセルに入って、強制的に眠らさせられてるっていう、ことだったんですよね。ってことは、相模も暴走したってこと?じゃあ、やっぱり。ああ。危惧してたことが、最悪の形で的中したらしい。でも、一体何のために?それは、わからないが。あたりを見回すと、部屋の片隅にファイルが山積みされているのが見えた。そこには PC も備え付けられている。ナナミ、あそこの PC に何か情報があるかもしれない。引き出せそうなら引き出してくれ。うん、やってみる。俺は山積みされた資料を記憶して。今度は何?こっちで寝てる二人。鎌倉秀人と、飛鳥カンナだ。ああもうビンゴじゃん。マジか。じゃあもうね、行方不明になった人たちみんなここにいましたということですか。間違いない。そっちにいるのは、堀川俊幸だ。本当だ。エームスの画面で見た写真と同じ。じゃあ、つまり。相模は連続行方不明事件の最新の被害者だ。ええ。俺たちが捉えたアストラル規制派の組織とは関係がなかった。ということなのか。え?待って、どういうことなのかわかんないの。でも、とりあえずここに入れられてるってことはみんな、ねえ、暴走しちゃったってことだよな、多分。それとも、この学院にも実は規制派の息がかかっている。もしくは、
やはり表立ってできない研究のために人体実験。どうしようサトルくん。とにかくお父さんに報告しなきゃ。ごめん、なんかさ、そうだよね、こっちのルートではその情報出てないからさ、完全にネタバレになっちゃってるけどごめんね。そうなんです。詳しくはまゆさんルート見てほしいんだけど、暴走した人たちがここに入れられちゃってるんで、まあ、この今ね、サトルくんたちは今分かってないけど。いや、まだダメだ。できる限り、情報を持ち帰る必要がある。さっきも言ったが、ナナミは PC を頼む。俺は、そこの山積みの資料を映像記憶で持ち帰る。わかった。すぐさま俺たちは作業に取り掛かった。俺は山積みのファイルを手に取る。専門的なことは理解できなくても、この場は写真のように記憶すれば問題ない。とにかく今は少しでも多くの情報を持ち帰ることが重要だ。それはわかっているが、目に入ってくる不穏な単語に思わず資料を斜め読みしてしまう。アストラル能力の暴走について、はい。来ましたね。そうなんですよ。暴走というね、現象があるんですけど。アストラル能力は、アストラルとリンクしてエネルギーを得ることで特殊な現象を発動することができる。発動する能力の出力は、得られるエネルギーの総量、リンク値によって決まり、それは能力者個人個人によって違うものである。おそらく、リンク値とは、そのアストラル能力保有者が感覚的に扱える上限であると考えられる。リンク値を超えたエネルギーを生み出すと、使用者に大きな負荷をもたらすことが確認されている。この事態に脳はパニックを引き起こし、負荷を軽くしようと試みて、本人の意思とは無関係に能力が発動。そういう、なんかすごい詳しく書いてあんな。読み返しますか？なるほどね。リンク値を超えたエネルギーを生み出すとって何？生み出すとって何？なんか普通に書いてあったけど。はい。だがそうすることでさらに負荷は大きくなり、事態はさらに悪化する。ああ、だから、もういたちごっこみたいな感じなのか。で、どんどんこう、デフレスパイラルじゃないけどさ。悪化していくのね。以上が暴走の原因である。暴走は能力のコントロールを失うため、能力者自身にも危険である。心を読む能力者は、相手と深く接触しすぎたために、自他の境界が崩壊しかける。怖いな。マジ？風を扱う能力者は、局地的な暴風を発生。周囲の建築物を破壊するだけでなく、自身も暴風に飲み込まれる。千里眼の能力者は、不可視光線の波長まで認識した。いやいやいや、怖いわ。それはね、廃人になるやつですね。それやばいやつ。なんだっけ。紫外線とかさ、そういう光線まで見えちゃうと、人の可視域を超えると脳がダメージ。そうなんですよね。それやばいらしいですね。だから虫とか、なんかこう微生物とかが見えちゃうみたいな、ずーっとこう、なんていうのかな、その特殊な、なんかさ、なんていうの?メガネとかで見てるみたいなね。すごい倍率で高めたメガネで見てるみたいな感じになっちゃうと、脳がもうおかしくなっちゃうらしいね。読み返しますか？やばいな。で、これちょっと気になりましたね。風を操る能力者に関してはちょっとね、まゆさんルート見てほしいんですけど。なるほど。ってことは、ここに収容された人の能力ってことかな？でもなんかもう完全に研究みたいな感じだよね。また、暴走により周囲に多大な被害を生じさせた場合、アストラル能力が批判される要因となることが予測される。よって、アストラル能力の暴走については、いや、もう完全に利用しようとしてるやん、これ。あ、逆か。これ守ろうとしてんのか？機密とする。あー、なるほど。これね、逆だ。守ろうとしてるってことだ。これは、なんだ？暴走？秘密？これが本当だとすると、アストラル能力はとても危険なものとなる。で、最後は限界を超えた自分の能力を制御できなくなって、能力が暴走を起こして大爆発とか、
脳が焼かれて死ぬとかまあね、うん、そんなね、ことはないけど、まあでもほとんどそういう感じ、それと同じぐらいのことが起きるってことだな。やべえな。恭平が言っていた都市伝説、あれには事実が含められていたということか。アストラル能力の暴走、その批判を避けるために暴走該当者を拘束。それがここに眠る人たち。相模も堀川利之も鎌倉秀人も飛鳥環奈も、すべては暴走の事実を隠すために。待て、ちょっと待て。連続行方不明者の能力の暴走とつながっているのなら、おう、綾瀬も、お、なるほど。狙われていた綾瀬も暴走の該当者ってことなのか。ん？どういうこと？綾瀬の能力は引力や積力に関する能力。もし暴走したら、まず間違いなくとんでもないことが起きるだろう。うん、そうだね。まあ、範囲は狭いけど、あ、でもその範囲が拡張されちゃったりとかするとなんかもう、手に負えなくなっちゃうよな。本人の体を巻き込む可能性も高い。ああ、そういうこともあるのか。いや、それだともうなんか体がおかしくなっちゃうぞ。嫌な予感に胸が張り裂けそうになる。俺を押しつぶそうとするような不安がのしかかって、呼吸すら乱れてきた。まさか、まさか。サトルくん。そんなことが本当に？サトルくん。悪い。なんだ？そろそろ戻らないと。とりあえず、ここで眠ってる人たちのデータはコピーし終えたよ。俺の方は完全とは言えないが。でも、そろそろ施設に人が増える時間だから。今すぐ、綾瀬のところに向かいたい。そんな、流行る気持ちを抑えて、七海の言葉にうなずく。わかった。頭を切り替えよう。まずは気づかれないように施設から抜け出すのが先決だ。サトルくん？誰かが、この部屋に向かってきてるかもしれない。もう、本当に？誰？いや、マジか。ちょっと、まあ、そううまくはいかないわなって感じだよね。どうしよう。ステルス機能でやり過ごすしかない。そこの物陰に隠れるぞ。目立たない場所に身を潜めて、ステルス機能で風景と同化する。よく見れば、奇妙に空気が揺らいでいるように見えるだろうが、知らなければ気づかないはずだ。二人で並んで息を殺す。そんな俺たちの目の前に現れたのは誰？あれあれ、理事長？あ、理事長さん。あれは理事長。いや、理事長がなんでここに。あ、でも、そっか、守る側ってこと？この部屋の存在を知っている。理事長の関与は間違いない。まあ、良くも悪くもね、関与してるよね。まあ、でもそりゃそうだろうな。こんなの、知らないわけがないからな。一人で部屋の中に入ってきた理事長は、キョロキョロと辺りを見回している。カプセルに近づくわけでも、PC や資料に手を伸ばす様子もない。何？なんだ、何か目的があってこの部屋に来たんじゃないのか。いるんだろ、出てきなさい。バレてる。嘘。何何それ、どういうこと。いや、ブラフ、もしくは勘違いかもしれない。今は出るべきじゃない。強く俺の服を掴むナナミ、そして二人して息を殺し続けるが、理事長がそこから動く気配はない。あまり時間を無駄にはしたくない。悪いが、こちらも確信を持ってここに来て。確信を持ってってどういうこと？確信を持ってというのは、どういうことですか？この部屋に入るために、扉のセキュリティに触れただろう。あれには、簡単なセンサーが仕込んである。そういうことか。なるほど。ここには、ここに来た人はちゃんとね、把握できるようにしてあるんだな。まあそりゃそうか。触れれば私にアラートで知らされるようになっている。
おお。もちろん施設のシステムとは別だ。だから気づかなかったんだろう。有原悟くん。おお、いいね。いやー、まさかまさかだな。もう完全にバレてるね。もしかすると有原七海くんもいるのかもしれないな。そうだな。悟くん。これは出るしかないかな。うわー、これ腹くくるしかねえな。この部屋について説明しよう。おう、まずは話をしないか。話ですか。怖いんだよな、ちょっと理事長怖いのよ。いや、あのね、真由先輩ルートやればそんなめちゃめちゃ悪い人じゃないっていうことは分かってるんだけど、怖いんだよな。もうラスボス感すごいな。でももしかしたらラスボスなのかな。さすがに名前まで出されては観念するしかない。諦めて俺は物陰から姿を出した。この目で見てもまだ信じられないな。まさか本当にこんなところにまで忍び込んだとは。まあな。しかもアストラル能力を転用したステルス機能まで。ただものであるはずがないんだが。なぜ俺だと気づいたんですか。何か痕跡を残していましたか。確固たる証拠を得ているわけではない。隠蔽工作は実によくできていた。ほう。私が目をつけた理由は君に違和感を覚えたからだ。不自然さと言ってもいい。まあそうだろうね。まあ早瀬さんにあんなに接近してて、まあ真由さんとかもそうだしね、やっぱ関係者に対して、いろいろ接近してたっていうことだったんだろうな、多分。そうか、不自然。君たちが編入してから三笠綾瀬の周りで不可思議なことが起きている。不可思議。確かに隠蔽工作は十分だったが、ああ、私はこれでも理事長だ。学内で起こったことはある程度把握している。まあ特に綾瀬さんのことはな。全体から見ればどうしても不自然な部分は残ってしまうものだ。綾瀬に関しては事前に練った作戦じゃなかったから仕方ないか。そもそもの責任は俺にあるわけだから。それに君や君の妹さんは、とても素直だ。自分の能力を受け入れまっすぐに生きている。まあそうか。ここには様々な学生がいる。君たちと同じ理由で転入してくる子もな。そういう子に比べて君たちは素直すぎ。素直すぎた。あー、受け入れすぎてますよねみたいなね。もうなんかもう普通にもう生活の一部みたいな感じになっちゃってますけど、なんか気持ち悪いみたいな、そういうことですか。それぐらいの子は他にもいると思いますが。そうだな。だから動向を探っているのは君たちだけではない。おう。アラートが鳴った瞬間その対象の位置を確認させてもらったよ。そして君たち二人の部屋はもぬけの殻だ。あ、当然外出の報告は受けている。なるほど、そこまで。すごいね。まさかそんなことをしてたとは。完全に予想外ですよ。いやー、でもすごいね、やっぱできる人だな。もうちゃんとね、危険分子は察知して。まあでもこんな情報ね、外には出せないもんな。こちらも人には言えない事情を抱えているので、ね、でしょうね。それがこの部屋ですか。そういうことだ。ひとまず移動しようか。そろそろ施設の人が増える時間だ。そうっすね。どこに移動するんですか。わかりました。それで君は一人か、妹さんも一緒にいるのか。七海、やはり一緒にいたか。では行こう。いいね。とか正直にな、理事長に連れられて施設から出ると、すでに周りは明るくなっていた。どういう話をするんだろうな。それだけ資料を読むのに必死になっていたのか。理事長が俺の部屋を確認するのも十分な時間があったのか。まあそうだよね。情報を持ち帰るためにはこう、見なきゃいけなかったけど、相当使っちゃったんだな、時間を。もう少し早く切り上げていれば。いや、今更そこを食いても仕方ないか。どうするよ。あ、そこか。さて、本来ならばゆっくり話したいところだが、
君たちはこれから朝食を食べて授業を受けなければならない。そうだね。私は放課後でも構わないが、その場合君たちは授業に集中できないだろう。いや、なんか普通に授業を受けさせるんですか、この状態で。俺たちに普通に授業に出ろと。君たちは学生だ。ならば授業に出るのは当然のことだろう。その処分とか拘束とかするんじゃないんですか。今のところそのつもりはない。ないの？あの、そのつもりはないのところだけなんでそんな息がさ、そのつもりはないみたいなさ、なんか なんなのこの感じ。もう一回いい？ちょっと。今のところそのつもりはない。なんでそのつもりはないだけそんな息がすごいの。まあ、いいや、いいんですか。あの部屋のこと、アストラル使いを誘拐していることを公表しても。公表ができるのか。できるのか。まあそうだよな。その反応から察するに、あそこに置いてあった資料にある程度は目を通したようだな。どこまで読んだ。あそこで閉じられているのはアストラル能力が暴走した人間ということ。それが分かっていれば十分だろう。あの資料に書かれていることは全て事実だ。あの部屋で寝ていたのは全員能力の制御を失った者たちだ。ああ。君は本当にこの事実を公表できるのか。しなきゃいけない。そういう危険があるのなら公表をすべきでしょう。その結果アストラル使いへの迫害が強まったとしても、まあだからそういうことよな。まあ寄生派への、まあ、種になっちゃうから、うん、寄生をね、こうなんていうのかな、生ませるような、うん、まあその火種になっちゃうからね。こんなことを公表すればどんなことになるか、火を見るよりも明らかなのは君も理解しているだろう。確かに私は暴走について隠蔽を行っている。だがそれはアストラル使い全体のためだ。あの部屋で行っているのも治療だ。なるほど。じゃあ本当あれだね、エルみたいなもんだよな。あのエルのさ、こうなんていうのねえ、暴走じゃないか、あれはなんだろうな。なんかあっちはあっちでまた別の問題だけどさ、またなんかそんな感じだよな。アストラルを守るためにね、みたいなことをしているってことか。暴走のメカニズムの解明と再び制御を身につけるための治療法、薬の開発を急いでいる。少なくともアストラル使いのことを考えているのは、この学院の設立に尽力していたことでも理解してもらえると思うが。ああ、そうか。だからといって、おそらく君たちの仕事もそうなんだろう。自分の能力を用いることで社会をより良い方向へと導きたい。私も同じだ。アストラル能力を社会に役立てたい。そして少しでもアストラル使いが生きやすい社会にしたいと思っている。そのためにも暴走の事実は公表を避けるべきだろう。いや、難しい問題だなこれは。ずっと隠し続けられることじゃないでしょう。いつかは白日のもとにさらされることになる。だとしてもその時に治療法を確立しているべきだ。それだけで印象は違ってくる。だがそれではその人たちの家族の気持ちだってあるでしょ。私が能力の暴走について把握したのは2年ほど前のとある事件だ。お、そこの話するんだ。暴走者の名前は伊勢小鳥。はい、伊勢小鳥さんね。伊勢理事長と同じ名字。伊勢小鳥、彼女は私の娘だ。はい、まあもう知ってるよね。綾瀬ルートから見た人はね、これわかんないと思いますけども、もうね、あのまゆさんルート見た人は知ってるよね。あの人ですね。ちょっとまゆさんからサトルくんを取ろうとしたあの
ちょっと一回ね、こう意地悪をしながらとね、取ろうとしたと小悪魔少女のね、あの人ですよ。理事長の娘が、暴走？小鳥の能力は簡単に言えば風の操作だ。暴走した時は自分や周りを巻き込むほどの暴風が発生。その結果、周囲の建築物や巨大クレーンをも倒す大きな被害を生み出した。そうなんですよね。その事件が、まあ、綾瀬さんのことをね、まあ、担ぎ上げるきっかけになったんですけれども、資料にもあった。待てよ。2年ほど前でクレーンを倒したってことは。ああ、その通りだ。三笠綾瀬が注目を浴びることになった事件。それを起こしたのは小鳥だ。彼女も他の暴走者同様眠らせてある。あの部屋とは別だがね。まさかあなたは自分の娘のために。そういう気持ちがあることは否定はしない。ああ、それだけじゃないって言うんですか。私の願いは少なくともアストラル使いにとっても有益なもののはずだ。この事実を公表すればアストラル使いに非難が集中するのは間違いない。その場合、この吉花学院だけじゃなく一般人にも矛先は向けられることになる。下手をすればここがなくなる可能性だってある。だからといってこのまま隠蔽に加担していいのか。今はなんとかごまかされているが、この一件が露見した時に立場がより悪くなるんじゃないのか。もし人混みで暴走なんて起きたら、いつまでも隠しきれることじゃない。そうだな。だがアストラル技術がインフラをはじめとした社会に組み込まれてしまえば、もはや引き返せなくなるだろう。ああ、なるほど。多少暴走という危険性があろうとも使わざるを得ない状況にまでなれば。いやー、そういうことまで。そっか、アストラルをだからどんどん推進して、そっか、そっちの方からもうなんていうのか、外堀を埋めたいじゃないけど。なるほどね。何か起こってもまあ、まあ利益の方が大きいからなみたいな。そのためにもアストラルという力の有用性をなるべく早く広める必要がある。まさかそのために綾瀬を利用しているのか。一朝一夕で社会全体が大きく変わらないことは理解している。だが彼女がいてくれるおかげで個人個人の印象は上がっている。確かに。だがその分、露見した時に矢面に立つのも綾瀬になるということだろう。そこに関しては申し訳なく思っている。だがこれも必要なことだ。あなた、さて、これで私の話は終わりだ。もう戻ってくれて構わない。伝えたいことは全て伝えたからだろう。話を打ち切った理事長はこちらには興味を示さない。本当に私たちを拘束しないんですね。その装備やこの学院に編入する際の事前工作から考えて、君たちの背後には何らかの特殊な組織がついていると考えるべきだろう。であれば拘束すればさらに厄介なことになる。それよりも理解を求める方がいい。ああ、ただまあその特殊な組織っていうのが、その悪い方向へ、まあ自分たち、そのね、まあ伊勢敦則さんね、理事長がこうやばいな、いや悪い方向に行くと思えばね、さすがに拘束したりとか、まあいろいろやるんだろうけど、まあただそうではないと思ったからこそこれね、まあいい方向へ、社会をな、いい方向へ導きたいってね、さっき言ってたけど、まあそういう方向にまあ向いてるんだろうって思ってるからこそ、まあこう理解を求めるんだろうけど、いやでもなかなかだよな、この理事長の胆力ね。ここまでさ、連れてきてさ、いつも話してさ、んで、じゃあどうぞ、つって、授業行け、みたいな。集中できるかっていうな。それに、ああ、私が拘束するのは、あくまで暴走している能力者だけだ。まあ、そうだな。関係ない人は。暴走の件が広まれば、アストラル使いにとって生きづらい世界になることは想像に難くない。
アストラル使いのことを考えるなら、このことは黙っているべきだ。違うだろうか。それでも公表するというのなら仕方ないな。その言葉に俺は何も返事をすることができなかった。まあ、もう全部責任を負ってっていうことなんだろうな。いやー、まあ覚悟を感じるね。それ以上は語る言葉もなく、俺とナナミは引き上げることにした。お、アナザービュー。まさかの理事長の。もう時間は残されていないかもしれないが。おう、それでも念のためだ。引き続き彼らを見張っておいてくれ。ん？了解です。了解です。誰？了解ですって。いや、了解ですって、なんかすごい事務的なボイスが今聞こえたけど、あ、え？あれ、了解ですって言った人、なんかあのアポーツのさ、あれを捕らえ、あいつの堀川を捕らえるさ時にあの無線使ってたやつかな。いやー、でもなんか声色、声色がちょっと違う気が。まあでも、ちょっと、なるほどね。まあでもとりあえず、そっか、理事長は、まあなんとかね、アストラル能力者を守りたくて、みたいなことで、事実をね、隠蔽するために、尽力してきたんだな。そっかー。まあ、ってことはだよ。まあ、暴走を引き起こそうとしているような、規制派がいるのかっていうことだよね。まだ。まあ、だから理事長が規制派、じゃあさっきのなんかさ、ちょっと了解ですみたいなこと言ってたやつがもしかしたら、でもないよな、それ。え？いや、まあ、とりあえずじゃあ今回はここまでにしたいなと思います。じゃあ次回は、まあその暴走を引き起こしてる原因とかね、もそうだし、もう、まあいろいろですよね。はい。まあそこら辺ちょっと注目しながら、はい、見ていこうかなと思いますんで、次回もお楽しみに。それでは以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。